皆さんこんにちは。30歳を過ぎたあたりから白髪の増えるスピードが上がったり、いざ増えてくると気になって仕方がありませんよね。では白髪の原因を知っていますか？老化遺伝、睡眠不足、ストレス、食生活、この5つのどれかに当てはまっているそうですよ。老化や遺伝であれば諦めるしかありません。睡眠不足やストレスも好きでそんな状態になっているわけではないですよね。仕事で寝不足になりストレスが溜まっているから仕事を辞めるというわけにもいきませんよね。そう考えると食生活からの改善が一番現実的ではないでしょうか。食生活の中でも特に飲み物は取り入れやすいと思います。今回は白髪の改善に役立つ飲み物を4つご紹介します。1. ルイボスティー。ルイボスティーは数年前から女性の間で大注目されている飲み物です。味や香りも紅茶に近く飲みやすい特徴があり、ミネラルの中でも取りにくいとされる亜鉛が豊富に含まれています。ルイボスは南アフリカの限られた場所でしか育たない植物で、現地の住民は当然ルイボスティーを飲むのですが、長寿が多いことでも有名です。白髪の改善だけでなく、アトピーや花粉症、冷え症やアレルギーなど根本から変える体質改善にも役立つ素晴らしい飲み物なのです。 2. 豆乳。豆乳といえば大豆、大豆の栄養素といえばイソフラボンです。大豆イソフラボンの効果はメラニン色素を増やす働きがあります。メラニン色素は髪の毛の黒い色と深く関わっている成分なので、とても大切です。大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た成分なので、薄毛で悩む男性であれば、白髪だけでなく発毛という点でも相乗効果を生むことができますね。ただ大豆イソフラボンは1日の摂取目安量が 75mg で、多く摂ってもそれプラス 30mg であれば許容範囲とされています。摂りすぎが続くようだと男性機能の低下や生理不順などが起こる可能性があるとされています。摂取目安量 75mg の目安、豆乳無調整 200ml、 納豆2パック。最近非常に注目されている成分ですが、過剰摂取に気をつけるべき栄養素だということも併せて覚えておく必要があります。またイソフラボンは注目度が高いのでサプリメントも豊富にありますが、含まれている量と吸収量は別なので、やはり自然な食品から摂るのが一番大切です。 3. ローズヒップティー。ローズヒップティーはビタミンが多い飲み物です。美肌効果や白髪改善、この2つの効果が特に有名で、マンガン、マグネシウム、カリウム、鉄分などのミネラルが多く含まれているだけでなく、ビタミン A と E、リコピンなどの抗酸化物質も含まれています。ビタミン E やリコピンはアンチエイジング効果も期待できるので、食生活と老化の両面から白髪を改善させることが期待できます。ただしローズヒップティーには注意点があり、血圧を下げる薬との併用に気をつけなければならないので覚えておきましょう。 4. ドクダミ茶。ドクダミ茶は古くから白髪に効果がある飲み物とされています。アトピーの改善目的で飲み続けたら、アトピーは改善しなかったが白髪が減ったなど、白髪が改善された口コミも多く見られます。白髪予防に注意したい飲み物。白髪予防に注意したい飲み物とはコーヒーとアルコールです。この2つが体の機能的な部分を見ると良くないのです。コーヒーに入っている成分といえば
カフェインです。カフェインには毛細血管を縮小する働きがあります。血流が悪くなりますので、頭皮にとってはマイナス作用なのです。アルコールを飲むと肝臓に負担がかかり、肝機能低下のため血流が悪くなります。また寝る前であれば眠りが浅くなってしまい、成長ホルモンの分泌が弱く、頭髪が成長することができず白髪になってしまう可能性も高まります。ただ一概に悪いとは言えず、食生活だけを見れば改善した方が良いのですが、白髪の改善方法のストレスだった場合には役に立っている可能性が高い飲み物でもありますよね。コーヒーが好きな方にとっては我慢しすぎも良くないので、上手にコントロールして無理なく減らしてみてくださいね。以上、いかがでしたか？年齢を重ねるごとに気になってくる白髪ですが、環境を変えるのもなかなか難しいですよね。今回ご紹介した飲み物を参考に、ぜひ日々の生活に取り入れてみてくださいね。